大鳥雷山東照宮は愛知県新城市の蓬莱寺山に鎮座する神社である。正式名称は東照宮。日光、久能山と並ぶ三大東照宮の一社を称している。徳川家康を主催神に鎮守三社と称される山王権現、熊野権現、白山権現を合祀している。慶安元年4月、日光東照宮へ参拝した折に、改めて東照社縁起を読み、徳川家康の出生と三河国設洛郡の蓬莱寺との縁に感銘を受けた江戸幕府三代将軍、家光が蓬莱寺の本堂修復と薬師堂の再建を発願し、合わせて新たに東照宮の創始を計画した。家光は、老中の安倍忠明や太田助宗に命じて、造営事業を進めたが、家光は慶安4年6月に講じたため、後を継いだ四代将軍家綱は、太田助宗や本多利長、小笠原忠友等の地元の大名に引き続き、造営を命じた。慶安4年に社殿が竣成し、同年9月17日に、江戸城内の紅葉山御殿に祀られていた、御宮殿と神体である、御神像を遷祀したのが始まりである。遷祀に際しては盛大な遷座祭が採用され、将軍家綱から家康が関ヶ原の戦いで台頭したという太刀が上刀として奉納されたほか、諸大名からも太刀や灯籠などの奉納があったという。以後、蓬莱寺は別当寺と定められた。明暦2年には幕府から車両470石の寄進があり、江戸時代を通して10回に及ぶ修理が、幕府により行われている。東照社縁起、家康の父母である松平広忠と正室、於大の方は、このできないことを憂い、祈願のために夫妻揃って、領内の蓬莱寺に賛同したところ、伝通院が東方より現れた叔父に金子を与えられる夢を見て、間もなく家康を解任したという。蓬莱寺の伝説、家康の出生は、人民年寅月寅の日にあたる、天文11年12月26日の寅の時であったとされるが、蓬莱寺では家康誕生と時を同じくして薬師堂の本尊である薬師如来を守護する十二神将の中、虎神でもある神陀羅大将の心臓が忽然と姿を消し、家康がこうずると心臓も一人でに元の位置に戻っていたと言い、以来家康は神陀羅大将の化身であったと伝えられている。本殿は桁行3軒、播磨2軒の入母屋造りで1軒の光背をつけ、屋根に千木を置く。本殿の正面に1軒平唐門の中門があり、中門からは左右にそれぞれ折り曲がり延長25軒の透かし塀が発して本殿を囲んでいる。拝殿は桁行3軒、播磨2軒の入母屋造りで正面に1軒の光背を設ける。拝殿背面中央には桁行2軒。播磨一軒、切妻造り妻入りの幣殿が接続し、拝殿と合わせて一棟を形成している。以上の建物の屋根はすべて檜皮葺きである。いずれも慶安4年の造営によるもので、国の重要文化財に指定されている。また、折り曲がり延長約 76.5 メートルの一柵が、拝殿を囲み、一柵の外にこれも、十分の片一軒、切妻造り檜皮葺きの水屋がある。本殿国の重要文化財11月14日、指定他に重要文化財の月として、石柵、石灯籠2基、盤、札1枚、胸札3枚が指定されている。なお、当神社境内を含む蓬莱寺山が、国の名勝及び天然記念物に指定されている。ありがとうございます。